全国の映画館では毎週新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人シネマンデラス歌丸が今立ち上がる、その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What could he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon DS review about?さあ、ここから11時直前までは映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンデアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画コーナーです。スペシャルウィークの今夜扱うのは、先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、3分の1。映画監督としてドロップ漫才ギャングを手掛けた芸人品川博の監督第3作、原作は人気小説家木下半太の同名小説。銀行強盗で人生の再起をかける3人の分け前をめぐる駆け引きと大金に群がる悪党たちの騙し合いをコミカルかつスリリングに描く、主演は藤原竜也、元カトゥーンの田中聖、ブラックマヨネーズの小杉隆一、また中島美嘉、窪塚洋介、池田慎之介、ピーターさんね、の個性派も花を添えているということでございます。ピーターさん映画出演結構久しぶりな感じですね。はい、ということで3分の1、ね、あのドロップ漫才ギャングと、シネマハスラー時代にね、扱ってまいったということで、その流れでね、皆さんちょっと注目度高いのかなと思ったんですけどね、この映画もう見たよというリスナーの皆さんからの監視報告、はっきり言って量は少ないです。いただいた方逆にありがとうございます。ありがとうございます。メール量残念ながら少ない。で、こんな意見。テレビ的な笑いとボケとツッコミの会話、映画として見せられると笑えないし辛い、トリックのネタバラシを延々とセリフでしていく展開が単調、クエンティン・タランティーノ監督へのオマージュがベタすぎなどの意見が目立った。ただし役者陣の演技、特に窪塚洋介や池畑慎之介、田中聖の演技を褒める人は多かった。また話のテンポの良さや、品川監督の技量自体は評価するという人もちらほらいたということでございます。代表的なところをご紹介しましょう。前田直樹さん、評価は大変面白かった、しかしマイナスな部分があり80点。まあ、この方のね、評価。本編では映画の話題があり、そのオマージュがまさしく映画的な作品だと思います。どんでん返しが何度も何度もあり、その度に驚きの連続でした。実に面白い。良いところはただでは知らなかった窪塚さんの演技や、ピーターさんの、妖怪バワーというかね、魔女的なね、役ね、脇役が光っていました。また何気ないセリフが実は次の場面で重要なシーンと関連があったりと、本当に楽しめましたと。ただこの方も、まあ、ちょっとテレビ的なその笑いの作りはどうなのかということはおっしゃっております。一方ラジオネームエクスパンドラさん、感想一言で言うと、品川博はタランティーノが好き、それしか伝わらない映画でした。いろいろ残念なところはある映画でした。だが、その中でも何が特に残念かって、タランティーノが好きであるにもかかわらず、タランティーノ映画の、会話劇や笑いを全く理解できてないことが残念でした。ろくに映画も知らずに後思考の映画を制作する芸人映画監督とは異なり、これ誰のことなんでしょうかね。本職のお笑いの領域を生かして娯楽作を制作する、品川さんの姿勢は良いと思いますが、タランティーノに手を出すのは、大方の違いだと思いましたというエクスパンドラさんのご意見でございました。皆さんありがとうございます。さあ、ということで私も早速言いましょうね。ちょっとね、今日言いたいことが結構ありますんでね。3分の1、2回見てまいりましたよ。バルト9と、昨日六本木で見てみました。まあ、あの時間帯が遅めっていうのもあるけど、まあ、でも金曜の夜にしてはちょっと寂しい入りだったかもしれないですね。で、これね、あのもうちょっと早い時間とかのね、会に行きゃよかったなと思ったのは、これ番組ディレクター箕輪田くんのちょっと報告で、僕やっぱ客席報告、ね、アウトレイジのね、客席がアウトレイジだったって話とかいろいろありますけど、あの今回すごくてですね、3分の1を見ていた箕輪田くんが見ていた、そのね、角川シネマ新宿で見てた、そしたらですね、途中隣のカップルが、わけわかんねえ、何ちょっとストーリー混乱しちゃったんでしょうね。わけわかんねえみたいなこと言って、どうするかっていうと、まあただでさえさ、その携帯電話つけないでくださいとか言ってんだけど、まあ、携帯電話スマホつけてその場で検索を始めたっていうストーリーだ。まとめサイトとか他の人のレビューとか映画やってる最中ですよ。画期的っていうね、これあの私ドロップの時シネマハスラー表の中で、まあ、客席ね、客席レポートでさ、あのポップコーン鼓、ポップコーンのあれをさ、こうあのこうさ、あれをさ、ガラガラガラって食べた時にポンポンってこうさやったって、これあれも結構衝撃的だったんですけど、映画見てる最中ですよ。ガラガラガラポーンってやったらちょっと超えますよね。映画見てる最中に分かんないって検索始めるね。でこれだけね、これもうちょっと、ある種内容にも踏み込みますけど、これだけその言っちゃえば言葉での説明ばっかり、逆に言うと言葉で説明する以外の要素があんまりないような映画
でもこういう観客が出てきちゃうってことはですよ、僕品川さんのですね、監督過去2作ドロップ漫才ギャング表で、要はですね、まあ、漫才、まあ、現行テレビ内の笑い的と言っていいのかな、いわゆるボケツッコミメソッド、例えばなんか、これ僕は覚えてるのはドロップで、すごく怖そうな人が出てくるんだけどすごく真面目な感じで喋る、もうそれ自体が笑いになってるのに、怖そうなのに真面目なのかよってこう言う、そういうのはその漫才とかだったらいいかしんないけど、映画で見ると本当に過剰な説明しかならないっていうのを僕はもう繰り返し漫才ギャングの時もその言ってました。今回もやってますよね。なんだけどやっぱり品川さん的にはだって俺が相手にしてる層ってこれだからっていう、そういうことかもね。こんだけ説明してもわかんないっつって検索始めるんだからっていうことかもしんないけど、だったらやっぱりテレビでやれよって言いたくなるのはあるけども、ただですね、僕ねこのカップルちょっと擁護したいです。わけわかんねってなるのもちょっと無理ないかなと思います。これは話が複雑だからじゃなくてですね、まあ、この手のいわゆる根源もの、要は詐欺というかね、こう頭を使った知的な罠にかけていくという、まあ、映画ありますよね、罠にかけていくもの気取り映画用法問わずです。日本映画に限らず別にアメリカでもありますよ。ちょっとこれは多い傾向なんだけど、要は後から実はこうでした、実はこうでした的な、しかも理屈としてちょっと無理があるような後出しじゃんけん的展開がどんどんこう並列させていくだけなので、言っちゃえばですね、そのバカ同士がバカみたいな罠にかかり合ってるっていう感じ、まあ、これが実際どういうものなのか後で言いますけど、なので何みたいな、何みたいになってくるのは僕ちょっとね気持ちとしては理解できなくもない、正確にはよくわかんないんじゃなくてどうでもよくなってくるってことだと思うんだけどさ、はい、まあ、とはいえ今回ね品川さん3作目、前2作と違うのは、まあ、初次の、まあ、小説原作ものと、で、まあ、木下半太さんの小説というのがあるということで、まあ、原作これはもともと原作にある部分なんですよっていうのと、映画独自のアレンジをしている部分ですよっていうのがあるんで、まあ、それは一応、これからも言ってきますけど、とはいえまあその木下さんの小説を選んだ作品のチョイス、そして脚本、脚色家ですね、脚色ですね、映画用のは品川さんがやってるので、まあ、要はトータルではやっぱり品川さんの映画になっているというふうに思います。まあ、非常に、まあ、作家性というんですかね、出てる作品だと思います。でですね、まず、もろもろですね、いろいろ言いたいことはあるんです。山ほどあるんです。これ後で言いますし、ここはいい、頑張ってんじゃんって思うところも全然あるんです。あるんですが、その前に、映画についてガイアがあーだこうだ言うコーナーとして、どうしても先に片付けとかなきゃいけない件がこの映画あるんですね。これは映画全体の出来とは別に、見た人だったら誰もが気になってしまう、ノイズになってしまう部分あるので、この話を先にやっとかないといけない、と思っております。どういうことかというと、これ見た人ならわかりますけどね、こういうことです。1分だって1秒だって撮ったことがないくせに問題です。これどういうことかというとですね、途中、窪塚洋介くん演じるですね、まあ、おっかないギャングのボスがですね、ストーリーとは直接関係なくこういうようなことを話し出すわけですね。まあ、ちなみにそのストーリーとは関係なくこういうことを話し出すっていうのがタランティーノ映画の肝だと思っちゃってる問題ってのもあるんだけど、それは後に置いておきます。ちなみにここは原作にないところです。つまり品川さんが独自に付け足してるところ、だいたいこういうセリフを言います。結構合ってると思いますけどね、ちょっと一字一句と言わないけど、だいたいこういう感じ、窪塚さんの口調で言うとね、お前ら映画好きはなぜか自分以外の人間には映画を見る目がないと思ってる。自分では1分だって1秒だって撮ったことなんかないくせに、やれカット割りがどうだ役者がどうだ語るんだ。そのくせ他人の映画論は右から左だ。俺はたまにしか映画は見ねえ、年に 2,3 本だ。好きな映画もバックトゥーザフューチャーだ。バックトゥーザフューチャー面白いけどなんかベタじゃないとかいうやつらが俺は大嫌いだということを窪塚さんが言う、まあ大意ですよ、大意っていうかほぼこれだと思いますけどね。でこの後は本筋の話に戻るんです。そのずっとモニターで監視している、これは立派な映画だみたいなことを言う、まあ、だからこれなくてもストーリー上は一切何ら支障がないセリフなんだけど、この大演説をわざわざ入れてると。ちなみにさっき言ったお前ら映画好きはっていうのは、これ劇中で具体的に指しているのは中島美嘉さんと藤原竜也さんが演じている、この二人のキャラクターのことを指してて、で品川さんとその原作者ね、木下さんの映画好きっていう部分、ちょっとカッコつきで言わせてもらいますけど、映画好きの部分はむしろこの二人のキャラクターのセリフに託されてるんですよ。これ後ほど言いますけど、クリスチャン・スレーターがどうしたこうした、でまあその映画好きのレベルがとかいうかあり方についてもちょっと いろいろ言いたいことあるんだけど、これ置いといて、とにかくこのさっき言ったね、
1分でも1秒でも、これが品川さん本人の心情を取ろうと受け取っている人は実際多いわけですね、まあ、取らざるを得ないというかね感じだと思います、まあ、他の解釈も後で言いますけど、でもね、もし仮に万が一本当にこれ品川さんが思っていることをここにぶち込んだのだとしたらですよ、仮にね、この意見いろんな意味で突っ込みどころがありすぎ、端的に言って浅はかにすぎると思うので、僕は品川さんに、もし品川さんの気持ち違ったらすいませんね、違ったらすいませんね、あなたは間違ってると噛んで含めるようにこれから優しく説明していきたいと思います。まずいわゆるそのうるせえ映画好きですね、こううるせえ映画好き、シネフィルって呼ばれるような人たちは、ベタだからっていう理由である映画をバカにするようなことは、特に80年代蓮見茂彦批評以降はそういう理由で、つまり大衆に受けてる映画だからバカにするとかそういうのはないと思います。特にバックトゥザフューチャーはいろんな意味でいろんな論者によって結構本格的に論じられることが多い映画なんですね。品川さんご存知ないよね。むしろバックトゥザフューチャーを面白いけどベタとか言うのはそんなに映画に詳しくない人ですよね。そんなに映画に詳しくないくせに偉そうに言う人ですよね。っていうことは要はですね、そのバックトゥザフューチャー、要するにベタ、面白いけどベタってお前ら好きなやつは言うよな、バックトゥザフューチャーとかで、ここでバックトゥザフューチャーをチョイスするあなたが一番バックトゥザフューチャーをそういう映画だと思ってるんじゃないのっていう。今時はだってもうマイケル・ベイだってさ、トニー・スコットだってさ、ちょっと前だったらバカにされてるような人でさえもちゃんと論じられる、ような時代ですよ。そこでわざわざバックトゥザフューチャー、その映画表的なマップに無知だとはいいとして、あんたが一番バックトゥザフューチャーバカにしてんじゃないのとしたらっていう、これ疑惑を得ちゃう。でなんでこんなことになっちゃうかっていうとですね、そもそもこの窪塚くんが言ってるセリフの構造に論理的な齟齬があるからなんですよ。窪塚くんはね、俺は年に2本しか映画見ない、ベタな映画ね、ベタっていうかその要はたまにしか映画見ないけど難しいことは考えない、いわゆる素朴な観客だって言ってるんです。ちなみに僕この素朴な観客っていうのも作り事だと思いますけど、こんなのはフィクションだと思うけど今時は、まあいいや、素朴な観客代表として文句を言ってるはずなのに、いつの間にかその論理が作ったことのないやつにはわからない論、つまり作り手側プロ中のプロの心情に置き換わっちゃってるわけです。でここが非常に僕ね、この言葉ってちょっと意地悪使わせてもらうけど、姑息だなって思うんですよ。つまり、作り手心情、ねが本当に品川さんの気持ちとイコールなんだとしたら、わかりますか、こういうことですよ。作り手の気持ちをなぜか素朴な観客代表に代弁させてるわけですよ。俺たちの気持ちをもうその辺のもう普通の観客、良き大衆は分かってるって言ってるわけ。つまりお前らね、自称映画好き以外の観客は俺を支持してるっていう構図をここで勝手に作ってるわけですよ。姑息やねと。もっと言えばこういうことですよね。俺たち作る人、黙って喜ぶ人、この2者がいれば映画っていうのはそれでいいんだって言ってるわけですよ。はー、言いたくないけどらしいなっていうらしいなっていうことじゃないですかね。こんなこと言いたくないよ、こんなの。でも気持ちとしてはわからないじゃないんです。あのね、例えば僕の話をするならばですよ、僕こうやって毎週映画表やって、まあ辛辣なことも言うからね、評論家気取りでとか言うけど、僕全然晒される側ですから。例えば、ライムスターとして曲作って厳しい批評にも晒され、全然晒されても来てますし、ジャッジに晒されてますよ。あともっと言えばこの映画表自体が毎週のように皆さんの厳しい映画表評に晒されてるじゃない。俺この世で映画表評シーンぐらい一番厳しいもんないと思ったよね。ライムスター20年やってきたけど、こんな厳しい表にあったことねえよってぐらい人格攻撃もされるしさ。なのであの品川さんがそういうね、何を言ってやがるっていう気持ちになるのもわからないじゃないけど、でもね品川さん、それはやっぱり間違ってるし、あんまりいい考え方じゃないし、ましてそれを作品内で言うのはあんまり良くないと思います。だってね、僕ら観客の大半は当たり前だけど、まさしく1本も1分だって1秒だって映画を撮ったことない人たちばっかりなんですよね。そしてプロはカット割りだ、役者の動向だっていうのは全て僕たち観客を楽しませるためにプロとして、だからこそ俺たちを喜ばせる、1分だって1秒だって撮ったことがない人たちを喜ばせるためにカット割りや役者たちっていうのを努力してるんじゃないの。だそこ関係なくないよねっていうさ。でそれにね、今は客は目が肥えてますよ。もう映画、映像文化がこれだけ溢れてて、カット割りだなんだっていうのは別に映画マニア、映画評論家が気にすることじゃない。例えばこういうことですよ。食べ物屋でご飯食べてて、何
かしょっぱすぎだろこれいくらなんでもとかさ、この具とこの具は合わねえだろとかさ言って、そしたらそのコックがなんだと、じゃあてめえで作ってみろって、いやいやっていうか、いやそれは自分でできないよ、例えば寿司とかは握れねえけど、でもまずいかどうかは分かるし、なぜまずいかはこの場合結構はっきりしてるとかさあんじゃんそんなの、それ言っちゃダメだみたいなことを言ってるわけですよあなたはね。つまり素朴な観客は俺の味方だみたいなこと言ってるけど、完璧差別してんじゃんっていうさ。で要するに客はバカでいいんだって言ってるわけだよね。でもそんなことない、客はバカじゃないって思って作品作ってくださいよ。でそれが嫌ならプロ同士で映画の見せ合いっこでもしててよってことじゃん。でもね、もし本当にプロ同士で映画の見せ合いっこするのが映画シーンだとしたら、品川さん自身はその中で結構下の方だからねだからで、ちなみに面白いなと思うのはですね、こういう風に俺は作ってる側だと、作ってないやつに言われたくないね発言、なんか最近どっかで聞いたなと思ったらね、それやっぱ松本人志さんなんですよ。いや僕こういうこと言わなきゃいいのになと、才能ある人なのに、と思うんだけど、そういうこと言うと、あるいはですね、黙って楽しめスタンス、何も考えずに楽しんでください、これもなんか聞いたことあるな、あそうだ、鍋厚さんが撮ったさらば愛しの大統領、シネマハスラーで使いました、オープニングの字幕でこんなこと言う、アホになってお楽しみください、インテリブルのは格好悪いのでおやめください、こんなことを言う、だから通じますよね。くしくも吉本芸人さん出身の監督さんに、つまり実は映画監督としてプロとして、そういう立場に不安を感じている人たちこそが、そういうこういう自意識過剰なスタンスになっちゃうんだなってことが、この三者を並べると図らずも浮き彫りになっちゃうという一幕でございましたね。でね、さらに特にこの三分の一という作品にちなんで付け加えておくならですよ、もうさっきの久保塚くんのね、一本でも一分でも一秒でも撮ってないくせに問題が続いてますよ、付け加えておくならタランティーノオマージュなんですよね。ローレンス・ベンダーと出会って脚本を書き始めるまでの、要するにずっと映画好きとして貯金を貯めてるまでのタランティーノこそまさに、俺は映画のプロじゃないし学校で学んだこともないけど、そういう奴らよりも映画を見てるし知ってるし語りまくるっていう映画好きそのものでしょ。っていうかタランティーノはそのスタンスを今もキープしてる人っていうか、そのスタンスこそが今もタランティーノの根幹をなすものでしょ。素人だですよ、素人の映画好きですが何かっていう。だから曲がりなりにもタランティーノオマージュをね打ち出してる、こういう作品でそういううるせえ映画好き批判、うるせ、もうタランティーノなんかうるせえ映画好きの頂点だよ。そのうるせえ映画好き批判を入れちゃうってこと自体がね、そのタランティーノオマージュがものすごく表層的なダサい恥ずかしいものでしかないことなんか以上にもっとダメだよっていうふうに私は思います。まあね、その登場人物のセリフイコール作者の意見っていう風にこう決めつけ受け取りがちだって、これもねどうだと思うんですよ。なんかそういう風にやっちゃうじゃないですか。でもそうとは限んないよね。だってこれ例えば久保塚くんのキャラクターは一応悪役なんだからさ。うん、だからきっとね、こういう浅はかな物言い、これあるよね、こういうこと言うやついるよね、バカなやつがねっていうことを、多分あくまで品川さんは俯瞰した視点から批評的に見ているという解釈も可です。ちなみにこの3分の1にね、おけるタランティーノオマージュというのを大きく言って、まあ2つあるね。本筋とは関係ないダラダラ会話。で、まあそれがその、そもそもボケツッコミメソッドでまあ台無しになってると。なんとかなのかいみたいなことをいちいち言うと。なんで、タランティーノのそのダラダラ会話っていうのはさ、確かにあるんだけど、あれってさ、いわゆるさ、その滑らない話的なことじゃなくて、オチもないし、何の話をしてるか分かんない方向に話が転がるけど、何か興味深い話とかさ、みたいなことがずっと続く。だからね、あれは実はね、タランティーノのダラダラ会話結構難しいんだと思うんですよ。そんな、すぐに笑いとかで、何かこう、面白いですよね。わかります？テレビで言う面白さのシールをいちいち貼って回るような、そういう面白さじゃないとこに凄みがあるんだと思うし、あとタランティーノ自身も本筋とは関係ないダラダラ会話はもう最近やめてますよね。ダラダラ会話なんだけど、一応それが本筋とね、機能してるみたいなことやってるんで、まあそれもどうかと思うし、あと、まあ、そのタランティーノ作品の、ま、パロディとか目配せを中心とした映画ネタという。まあ、大きく言ってこの二つ。まあ、タランティーノ作品のパロディで言うと、例えば、キルビルの、やっちまいなーって言うんだけどさ。まあ、やっちまいなーはもうね、よくやんなと思うけど、いいよ。もう100歩ずってその、やっちまいな今時どうかって思うけど、そのやっちまいなって瞬間に、なんか照明つくタイミングが遅い。とか、
あとなんだ、まあ最後にね、バッと開く目、あれまあキルビルでしょうし、まあ車で脅かすとかはまあデスプルーフって感じなのかなとかあるけどさ、でね、まあそれはいい。まあ、タランティーノの、その、タランティーノから学ぶのがそこか、みたいな、フォロワーはですね、まあ、はっきり言って、世界中にいっぱいいるし、僕はあんまり、どうかと思う。つまりね、タランティーノという作家の評価の仕方からしても、そういう人とは根本から違うんで、なんていうの、話合わねえなっていうだけのことかもしんないけどね。ただ、これは入れると思います。タランティーノって音楽で例えるなら、やっぱりまあ、ヒップホップ。要するに、サンプリングにはクリエイティビティがあるんだってことをポップに証明した作家ということですね。で、まあ、例えばその、70年代の、なんか例えば映画だったら、その70年代の映画の荒々しい手触りそのまんま持ってくるサンプリングですよね。要するに、その、音質とかがちょっと悪くて、荒々しい音質なんだけど、それ自体、要するに当時の空気感そのまんま現代に蘇らせる。それがヒップホップであり、タランティーノの映画の方法論の良さじゃないですか。で、例えて言うなら、この3分の1に代表されるタランティーノフォロワーの皆さんがやってることって、いやそのサンプリング、あの曲かっこいいですね。ヒップホップのサンプリング、その、例えばザラザラした音質とか、そういうのがも含めたかっこよさの曲を、ダッサい音色のシンセで弾き直して、これすごい好きなんですよって。ネタをすごいダサい、なんかパキッとした、なんかペナーっとした音色のあれで弾き直して、ね、見た感じでしょって言ってる。うん、違うんだけどっていう。メロディーじゃないんだけどみたいなその感じってね、これ多分分かんない人には全く分かんない感覚なのかもしれないですけど、さっき分かる人に言ったら、あーそれだっていう、はい、こういうことだと思います。はい。で、まあその例えばさ、クリスチャンスレーターがどうしたこうしたみたいな、その会話が途中で出てくるんですけど、クリスチャンスレーターのその出演作として、クライム&ダイヤモンドっていうね、映画ですね、2002年かな、でそれを隠れた名作っていう風に言ってて、まあ、つまんない映画とは言わないけど、これちなみに原作にある話なんだけど、ま、あそっちね、そっち方向ね、タランティーノフォロワー、あ、そっちそっちだみたいな、そっちだ、どうも帰りますみたいな、ガチャンっていう感じなんだけど、でそのクリスチャンスレーターネタの会話っていうのにしたってですよ、例えばそこで中島美嘉さんがですね、まあ、クリスチャンスレーターってなんで日本で評価されないのかな、もうこの物言いとかがさ、で、もう確かに窪塚くんならずとも、お前のみたいな自称映画好きはってこうやりたくなるようなね、感じですよね。クリスチャン・スレーターは別に90年代は普通に日本だって評価っていうか、その人気役者として扱われてたし、だんだんそれがなんかこうそういう人気役者じゃなくなってたのは向こうも同じことだしさ。で、そのクリスチャン・スレーターの出演作上げるときに、一応ヘザースは入れとこうかとかさ。あとさ、そのさ、その原作は2012年に刊行されてる本だから、まあじゃあしょうがないとしても、今クリスチャン・スレーターはなんで日本で人気が出なかったのかなみたいな話をする、日本でだけじゃないんだけどね、そのクリスチャン・スレーター話を入れるんだったら、例えば去年公開のバレット、ウォルターヒル、バレットのあのあんまりな役柄っていうか敵役、要するにああいう風になっちゃったよねみたいなことは絶対に入れないと不自然じゃん、っていうか見てねえんだなっていう、クリスチャンスレーターの話してんのにバレット見てねえの、そういう感じ。ちなみにクリスチャンスレーター別に普通にラース・フォントリアのニンフォマニアとか出てますからね、ニンフォマニアックか、今度のやつ、ポルノのやつさ、出てたりしますから、とにかくそんな感じで一時が万事映画の話してるんだけど、薄い浅い間違いない、そういう感じですね。はい。でですね、まあそういうことをねいちいち上げつらってのもしょうがないんで、ここはもういいっす、その件はもう許しますね。次いきます。で、じゃあね、その本筋の根源もの、詐欺ものみたいなね、まあ、有名なところではスティングとかさ、まあ、オーシャンズシリーズとかありますけど、としてはどうなのかっていうと、さっき言ったように非常に荒が多く納得しづらい、そういう、そのさっき書いたように、その実はこうでしたっていう後出しじゃんけんが、まあ、ずっと続くだけだから、まあ、結構途中からだんだんやっぱ退屈になってくる。ああ、そうでしょうね。はいはい。うん。何回この後出しじゃんけん続くのみたいな。もう後出しじゃんけんの回数の問題だよねみたいなさ、感じになってくると。で、これはまあそもそも原作自体がそういう構造なので、原作の弱点を持ち越してしまったものとも言えるかもしれないけど、とにかくさっき言ったようにですね、バカ同士がバカみたいな罠に引っかかってどうでもよくなってくるっていう部分。例えばですよ。まあその、大筋では銀行強盗してビルに逃げ込んだって話ね。ちなみにそのビル、銀行強盗して乗った逃走車をそのビルの正面につけて入るんですよ。もうダメだよね。ダメって感じですよね。警察に追われてるって言うんだからさ。なんだけどさ。で、周りは警察だらけだなんて言ってんですよ。もういいよ、もうこういうことでいちいち止まってるだけ、まあ、そこはいいとしよう。
途中で藤原竜也さん演じる主人公がね、まあ一旦表に出てみたら、スナイパーがいる、表にスナイパーがいるっていう風に帰ってくるわけですね。でこれもいろんな意味で理屈としておかしいわけですよね。まあそのまずその銀行強盗ぐらいでスナイパーっていうのは本当おかしいし、で人質取ってるわけでもない、でなおかつそのなんていうのスナイパーがいるってことはその犯人たちがビルにいるって特定されてるんですよね。だったらなんかその突入するとかなんとか、人質もいないんだし、まあ、とにかく理屈としておかしすぎて何言ってんだと。であんまり言ってることがおかしいから、当然あこれは嘘なんだなと、なんかの罠なんだなって当然見ながら思いますよね。もう罠にしてもどうなんだって思うんだけど、でこの時点でまず観客にあこれは嘘ではあんまりひどいから嘘なんだなって観客に思われる。で実際その後これ罠でしたって、まずそれ自体もうさあのエンターテインメントとして成立してないでしょそこで驚かすのがこの手のエンターテインメントの中さ、その要は最初は普通にごく自然に進行してたのが実は罠でしたのは分かるけど、最初から不自然の、要するにもう最初から振りですよってやってる。でこっちもあこれは振りで、振りじゃなきゃおかしいしね、てか振りとしてもおかしいけどねみたいな感じになっちゃってる。でこれだけでももう十二分におかしいんだけど、なんと劇中でですね、かなり頭が切れる切れ者として描かれ続けるあるキャラクターが、だってこっちスナイパーいるって言ってたじゃないかって、そのスナイパーの話を信じてビビってるんですよ。えバカなの。しかもそれもそのビビることも含めて計画筋書きのうちだっていうんですよね。でいざ外に出てみたら、その警察いるいないって話がよくわかんないけど、これって演出のせいなのかわかんないけど、警察はまあなんかいるふうには見えない、まあ、吸った問題やってるわけですよ。でなおかつ、偽装したパトカーで逃げるっていうんだけど、まずその警察の包囲網があるんだったら偽装したパトカーで逃げるって一番ダメだよね一番バレるよねそれって。偽装したパトカーでごまかせるのは一般人だよね。警察の包囲網はパトカーでは難しいじゃないですか。でも警察の包囲網がないって設定するとわざわざ偽装パトカーを用意する意味がないので、っていう感じです。でちなみにそういう、この筋書きなるものね、計画ね、実はこうでした、実はこうでした明かされるんだけど、それで明かされるところによると、ものすげえギリに立ててるんですよこの計画。どんぐらいギリかっていうと1時間前に考えてるんですよ。あのさ、例えばスティングにしたって、オーシャンズなんとかにしたって、何でもいいですけど、根源もの一応プロが集まって前もって仕込んでるからこそ、ああやられたね、複雑なそういう仕組みみたいのがね、罠とか演技みたいのができるっていうのが、まあ一応ね、オーシャンズとかだってどうかと思うけどさ、ああやられたってなんだけどさ、この映画一応さ素人3人集まって1時間前に打ち合わせして、僕 2回目見たから分かるんだけど、2回目見てずっと見てると、これ1時間前に打ち合わせしたわけねえだろうとしか思えないですよ。だって電気消すみたいな段取りもちょっと複雑ちゃうすぎちゃうんみたいなことを小杉さんが言うんですよ。なこと言ってる人は無理でしょこの演技全部。しかもそのお互い殺し合うような演技までですよ。さっき言ったようにですね、超切れ者のはずの敵がものすごく迂闊なミスをしでかしてくれる、頼りな計画みたいな部分で言うと、他にもね、他にもあって、例えば縛られた状態からどう逃げる、家臣の中で縛られた状態からどう逃げる、さっきの包丁があるって言うんだけど、なんでお前らそんな自由に動ける状態なんだよダイハード3とかみたいにちゃんと柱とかに普通ねえ、自由に動ける状態なのもラッキーだし、っていうか普通にそのじゃあもう火事だから我々逃げるからドンってショットが回るわけですからね、殺されたらおしまいの状況なのにラッキーだったねと。しかも相当そのこれなんかすげえラッキーな計画立てんなと思って見てたら、やっぱり殺しに戻れとか言ってんですよもう計画じゃねえじゃんもうということで一時が万事ですね。もうその根ゲームものこういうパズル的なロジックが見せ物のエンターテインメントとしてはもうちょっとずさんすぎて成立してない、感じだと思います。でね、そもそもタイトル3分の1でしょ、銀行強盗からで奪ったお金を3分の1するのしないのみたいな 10% かなんとかって言いますよね。すごくダメだなと思うのは根本的なところで、さっき気づいたんですけど、総額言おうか、金額の総額を早めの段階で最初の中島美嘉のナレーションで言おうか、総額なんとかを3分の1に分ける話だって言おうか、総額の話あんましないんですよ。でしかも途中まで金を具体的にみんな見ないんですよね。で見てるだからそういう風に進むから、えこれ本当に金あんのっていう風に観客は思い出すわけですよ。そしたら案の定ってまたさっき言ったように、何客に先に感づかれてんだよと
っていう感じでございます。だからね、ちょっと皆さんいいですか、こっからちょっと褒めます。そういうお話的な弱点を、品川さんの脚本とか脚色とか演出がカバーしているところも実は多いと思ってます。ここを普通に褒めます。例えば、まあ、時系列がこうね、まあ、タランティーノ風ってことなんでしょう、前後するシーンで、そのシーンとシーンのつなぎをですね、例えばですね、あるキャラクターが銃を持って手を上げろっていったところから時系列がパッと前に戻ったところで、手を上げろっていうところから居酒屋にいる藤原竜也が、すいませんってこう手を上げる、わかります、手を上げろから手を上げろってアクションに行く、っていうので繋いだり、あるいはまあそのアクシデントっていうキーワードで、時系列の違う場面をポンポンとこうスムースに繋いだりとか、原作小説にはないそういう、繋ぎの工夫、映画脚本にするにあたっての映画的な工夫みたいのはちゃんとしているなと思う。こういうところはやっぱ品川さん勉強すごく しているところなんじゃないかなと思いました。僕もこういうつなぎはすごく好きだし感心します。あとやっぱりこれはあの、品川さんの3作全部に通じることですが、やっぱアクションシーンはこだわりを感じさせるし、あの、まあ、はっきり言っていいと思います。オリジナリティがあるかっていうと僕は分かりませんけど、まあいいと思います。例えばカトゥーン、元カトゥーンの田中聖さん、あんなに格闘的な動きというか格闘でちゃんと鍛えてる人だとは思わなかったです。すごく体も動くし、あの大胆なアクションしてますし、格闘アクションとしのやり手としてそう素晴らしいと思いましたし、あと面構えとか演技もその過剰すぎず、あのとてもいい感じだったと思います。あのすごくこんなにいいんだと思いました。感心しました。あとやっぱり窪塚さんですかね。まあ、窪塚さんの演技そのものは、まあ、あの池袋ウエストゲートパークの、あのキングというね、もう当たり役中の当たり役ありますよね。あれは窪塚くんの発明ですから、ああいうこうよたった感じの、ギャングのボスだけどよたった感じ、まあそのまんまっちゃそのまんまだし、復活っていうセリフは、まあ、ピンポンね、まあ、ご自分のセリフオマージュみたいな感じで、まあ、ちょっとセリフパロディチックであるけど、まあ、でもさすがの迫力だし、なんといっても、後半その窪塚君のキャラクターが炸裂させるナイフアクションがあって、やっぱね、あすげえな、窪塚君すげえなっていう感じだし、アジョシっぽい、これ多分アジョシ勉強した結果じゃないですかね。あの細かい刺しナイフでシャ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 って細かく、膝の裏とかをシャ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 って刺すとか、あ女子研究したでしょ品川さん、こういうこと言うと嬉しいでしょね。そういうところも含めて、まあアクション切りいいですし、まあ暴力残酷描写とかもところどころは頑張ってるなと。あとまあ前作漫才ギャングに続いてゲロ描写、ゲロがいくよよく出る描写とかもちゃんとあのやってんなと、いうことで、この辺も好感出るあたりですし、なので僕ちょっと提案としてはですね、いっそ次の次回作以降は笑いの要素を全部封印したらどうですかね。っていうのは本当申し訳ないですけど、この3分の1何がダメって笑いの要素なんですよ。申し訳ないけど、いや品川さん庄司さんのその笑いがいけないって言ってるんじゃないです。それを映画に持ち込んでるのがちょっとあんまりやっぱ良くない、非常に非映画的なことになっちゃってるので、いっそ、封印しちゃった方がいいんじゃないかとかさ、例えばほらなんかさ、その実はこうでした、あの種明かしのところでベロを出しておどけるとか、ああいうの本当やめた方がいいと思うんだけど、あとあのゲイビデオ、あんなゲイビデオないよ。あのゲイとか AV とかに対する扱いもちょっと若干引っかかるとかあるけど、まあいいや、とにかく今度は笑いをいっそ封印して、それこそ田中聖さん主演で本格アクションとかやったら意外と次はいいんじゃねって思わせる程度にはやっぱいいです、そこは。あとはですね、まあ、前編にわたって過剰にカメラが動き続けるわけですね。まあ、特にその、キャバクラの中で3人が話している場面は、フレア。要するにその光のあれがこう入ってくる。フレア強調した絵。まあ、多分これは間違いなく、JJ エイブラムス。あれでしょうね。JJ エイブラムスオマージュなんでしょう。こういうこと言うと嬉しいでしょ。こういうの。品川さんね。JJ エイブラムス意識した感じでしょうね。ちなみに JJ エイブラムス自身はこのフレアを強調した絵。スタートレックイントゥーダークネスに関して。やりすぎたと反省しております。インタビューで言ってますけど。まあいいや。まあとにかく、あの、動き回るカメラも、まあまあ、うざいっちゃうざいけど、それこそトニー・スコット級にもうやりすぎちゃう、突き抜けちゃえばそれもなしじゃないかなとも思うし、例えば、むしろさ、例えばさ、後ろに虎の剥製が置いてあるじゃないですか。あそこにこう、無意味に寄ってくとかさ、もうそう、なんていうの、過剰に動くカメラ自体をギャグにしちゃうとか、そこまでいけばむしろなしじゃないかなとか思いました。逆に、ずっとあの、背景キャラで、あの、競馬場からずっといるある おじさんのキャラがいて、その、ある末路 が見えるところがあるんですけど、まあ、要するに、その、後ろ、サブストーリーっていうか、後ろにずっといるキャラクターがいるんだけど、そこをさ、わざわざアップにしたりするのとか、やっぱりスマートじゃない。ああいうのは後ろにちょろっと見えるから怖いんで、あと、あの、アクションのところもそうですけど、チャカチャカチャカ、スロー、チャカチャカチャカ、スローって、まあ、今時の感じの編集、まあこれをいいんだけど、ちょっと乱用しすぎというのもあるし、特にアクションシーンに言えるかもしれないけど、チャカチャカチャカスローの、そのスローのところはもっと決め的にガシッと決まった絵じゃないと
あの効果はあんま出ないと思いますんでね、だとは思います。で一番もったいないなと今回ね3分の1で思うのは、フィルムノワールというねノワール的なジャンルで一番重要なファム・ファタル、運命をくぐらせる女役であるところの、その役割を果たすべき中島美嘉さんが、僕中島美嘉さんは好きですよ、歌手としても好きだし、結構好みだみたいなこともあったけども、そのセリフから何からすごくその素人臭いっていうのはちょっと置いといても、もうその技量の件は置いといても、はっきり言ってまあ中島美嘉さんはミスキャストだと思います。でそれがやっぱり話全体の推進力とか説得力をものすごく削いでるのが痛いと思います。端的に言って痩せすぎですね。なのでなんか変な人としての面白さはなんとなく醸し出せてても、そのこの役に結構必要な性的魅力みたいなものがある風にはやっぱ申し訳ないけど見えないです。この人 AV に売りは飛ばしても売れないです。申し訳ないけど、あとここすごく残念なんだけど、元陸上選手っていう設定、これいいですよ、原作から改変したとこですよ。でそれによってクライマックスのある展開がついてる、これ自体は悪くないけど、あんまりやっぱ痩せすぎてらっしゃるので、どこが元陸上選手の太ももだよと、全然飛べることにその説得力が欠いちゃってるというのは非常にもったいない。フォーム練習はさせたなんつって、確かに美しいかしんないけど、まあ説得力欠いてる、これはもったいない。あとまあクライマックスに行けば行くほどやっぱり音楽の使い方みたいなのがなんかこうメリハリがなくなってきて、もう少しセンスあればなーなんていうふうに思います。あと改編といえばここも良かった、終わり方を変えてるんです原作と、これすごくいいと思います。非常に突き放した感じのエンディングになってる。ここも音楽の使い方とかにもうちょっと、例えばいい話と見せかけてブツっていうことなんだから、音楽とかもそういうメリハリをちゃんと使い方やればもっと良くなったと思いますけど、これはですね僕ね、ドロップとね、その漫才ギャングの時に僕が言った主人公を甘やかしてるだけだみたいな感じの、批判をしたんですけど、ある意味その主人公甘やかしだけ問題批判への回答に取れましたね。いい話と見せかけてそんなんじゃねえだろうと。でその久保塚洋介さんがファイトクラブのブラッド・ピットばりに、タイラー・ダーデンさんばりに、まあある種観客の画面のこっち側を向いて決めのセリフ、ファイトクラブとか言ってほしいでしょ、ファイトクラブとか言うと嬉しいんでしょね。でもファイトクラブだなと思いました、ちゃんとはい。でも良かったです、この決めエンディングとかすごく悪くなかったです。ということで品川さんはですね、いろいろ余計なことさえしなければもっといいところが際立つのにっていうのは間違いないと思います。もう本当の久保塚くんのセリフとかもうノイズさえなければ、あとそのはい、あとはもうちょっと謙虚になればいいと思います。逆に言うと品川さんが本当に謙虚になった時こそ怖いなというふうに思います。だから僕はこれだけボロカス言ってきましたし、ダッセーなって思いますけど、はっきり言って次は怖いと思ってます。はい、それこそ笑い封印してアクションとかにやってきたら結構次は怖いというふうに思います。ということで割と優しい感じで着地したところで、ぜひぜひこの作品劇場でウォッチメン。来週扱う作品を決めるムービーガチャ、 CM の後。